こんにちは。どういったかな。クロスがない。あったあったあった。めっちゃ欲しきてんねんけど。ありがとうございます。なんかいい位置が見つからへん。これいいか。オンタンもこれ1個貸してくれるかな。あ、コメント見れた。こんにちは、こんばんは。かこんばんは。じゃん、ティールスチュアート。オッケー。ちょっとストップ。いい感じ。いけた。すいません、いい高さ。今枕3段積んでます。その上に今携帯とか。いい感じ。なんかオレンジやな。どうもどうも。なんか今ちゃんとコメント見た。うん、そう、今ミニを見てるんですよ。あー、追いかけられてる。頑張れ。かわいい。あ、握手、握手会ありがとうございました。いっぱい会えた今日も。イエーイ。やっぱツイッターはあれですね、いいですね。ツイッターで結構来てくださりました。まあでも今日は別にすることもないんですけど、配信してみただけ。そう、ツイッター便利。今日ね、オンタンと相部屋で、でオンタンがあそこで寝てるんですよね。枕抜き取ったけどバレへんかった。
1時間だけ寝るって通知音。そう、じゃんけん大会私明日ですよ。まさかの同期の同期で同じグループで同じチームの、同じチームじゃないけど年 B の本郷ゆずはちゃんと当たるんですよね。いやいや、ゆずちゃん、ゆずちゃん強いんかな。いやもう勝ちたいですね。もう何出すかはもうももるんと決めた方がいいかな。やっぱりそう、一回勝てばいける枠にそうしてくれたんですよ、ももるんがくじで抽選でやってくれたから。いけるかな。あ、ひずちゃんね。でもまあどっちがどうなっても恨みが一個はなしにしようって言ってるんで、いけるやろ。まあでも勝ちたいんで衣装着たいし。あー、もうそれで運命決まんのか。衣装着れるか着れへんかとか。行きたい。今はオンタンがいます。そう、じゃんけんってねあんまり考えない方がいいんですよね。私もね、なんか初めは何も考えずにやったら勝ったけど、次はパー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 と思ったらパーで負けちゃったから、あんま深く考えたらあかんねんな。しおり負けたん？どうなんのやろ。でも最近ほんまにじゃんけん弱いんですよね。そうやそうやそうや、いちごちゃんのやつか。オンタンは堀しおんちゃんです。でもオンタン今寝てるから爆睡。あー緊張してきたな。明日か、明日で運命決まるわ。かゆい。頑張ります。寝起きドッキリやっちゃいますか。うつせへんからな周りが。ドッキリはまた今度で。10時になったら起こしてって言われてるんですよね。ああ、明日も握手会ですよ皆さん。明日も私早い時間なんですよ。もういつも早い時間か、最近慣れてきたもんだいたい私 A 部とか1部とか、1部じゃなくてもステージが一番早い時間やったりとか。もう私が多分一番早いですよ、いろいろ今年マジで。ステージ1番ほんまに焦った。
お昼前やったらね、結構遠くから来てくださる方にも会えるけど、ほんまに私は朝早いんですよね。だからそういう運がないんやと思う。ほんまに朝はつらい。今日もオンタンと相部屋やからもう起きれるかほんまに不安です。誰が決めるんですかね、わかんないです。できればもうお昼ぐらいの時間がいい。朝はゆっくり寝てで、いい時間に起きて行くみたいな、そんぐらいがいい。でも私今やから言えるけど、一回だけめっちゃ寝坊したことあるんですよ。めっちゃ細かく言うと2回寝坊してるんですけど、1回はなんとかなったんですけど、1回マジで寝坊しちゃったことあって、MV 撮影が終わった次の日に MV 撮影めっちゃ遅く終わっちゃったんですね。夜の2時とかで、そっからまあコンビニとか寄ってホテル着いたら3時ぐらいやって、で新幹線とかもあるから朝の5時起きやって、2時間ぐらいしか寝れんくて、寝坊しました普通にエイリンとアイベアやったけど、エイリン起きてたんですよ。で携帯触ってて、でなんかもーとするなーって目覚めて時計見たら、えもう出なあかん時間やんってなって、もう車が出る時間やって、やばーって、もう2人で急いで着替えて、あれは焦った。まあ今やから言えることやけど、でも遅れたんはあれ、まあいろいろあって怒られはしなかったんですけど、起きてるのにエイリン寝坊してんねん、なんで。エイリンさすが、エイリー今何してんのやろ。充電あと 20% ですって言われた。充電あと 20% やって、ピンじゃないですよメイクしてる見えへんかな、もう落ちてきてんのかな。大丈夫。マスカラはメイビリン、出していいんかな。メイビリンのマスカラです。初期の頃はあのエチュードハウスっていう韓国のとこのウォータープルーフ使ってたんですけど、ウォータープルーフってあれお湯で落ちないんですよね。だから泣いてもなんか黒い涙にならへんみたいな。でもなんか目に優しいのはなんかお湯でちゃんとスッて落ちる方やから、お湯落ちが欲しくてメイビリンにしました。ピンク何を使ってますか？でも私ねそんな泣かへんからだいたい公演の時はお湯落ちです。代謝悪いんか知らんけど、
あんまり崩れへん。あ、キャンメイクの、そう、下地いいって聞きます。まつげにね、こうやって透明のやつで塗って、このキープさせるんですよ、上がってんの。うん、私のまつげあんまり下がってけえへんから使ってないけど、でもメイクさんが使ってくれはった時はもうクリーンってなる、クリーンって。うん、クリーンってなる。そう、ビューラー、今メイク道具散らかってるわ、やばい。クロス探してたら出してもうた。あ、アカニーさんの女子力動画でやってたんか。いいんやな、やっぱり。お風呂はこれからです。キャンメイク使ってる人多いですよ。私キャンメイク何個あるやろ、言うてそんな。キャンメイクな、結構便利。めっちゃ安くて、キャンメイクって安いけど可愛いし肌に馴染む。クリームチークか、普通のチークもあるし、キャンメイク、眉毛もキャンメイクなんですよ私。でも全然これで十分。あとリップもキャンメイク、これだけ。キャンメイク男の人は分からへんか。女の子はね、こんな可愛いの使ってるんですよ。一緒の人多い。でも私大体ピンク使ってる。でもなんか私みたいに色が黒い方はオレンジを使った方がいいらしいんですけど、私オレンジあんまり好きじゃないから、ピンクがいいから。はぁ、もう一緒の方多い。一番のお気に入りは、これかな、 3CE のクロス。めっちゃ高かった。 これだけで3000円ぐらいしたんかな。3000円もしてないと思うけど、なんぼやったっけこれ、2000円ぐらい、2000円か3000円ぐらい。 3CE っていう韓国のコスメショップ、スタイルなんだって言うんですよ。それがそう、原宿にできて、この間で、ナミちゃんともう握手、ナミちゃんが握手最後の日らへんで一緒に行って、もうせっかく来たしと思って買っちゃいました。そう、みんな持ってはるか。でもなんか結構発色よくて、これなんだかんだじゃなくてスタイルなんだ。なんかいいんですよこれ、綺麗なピンクになってくれる。でオンタンがタンプレでこれもくれたし、あとメイクポーチもオンタンくれた、かわいい。3CE スタイルなんだ。今はつけてないです。今はジル・スチュアートっていうやつ。かわいいな、これも。これはもう余裕ぶっこいて高い。
エイリンちゃんがタンプレでくれました。これはマジで。ゆきちゃんがね、ゆきちゃんもタンプレでジルスチュアートのリップくれたんですけど、それは持ってきてないです。家に置いてますですかね。エイリンは金持ちや。ジルほんまに可愛い。いつかはジルで埋め尽くしてもらいたいから。ほんまにお姫様みたいな感じで可愛いんですよ。財閥？そう、お金持ちな、エイリーな。うん、ジル高級感ある。確かにちょっと雰囲気違いますよね。あれはなんか普通にパッて入りにくい。そう、プレゼントで化粧品ダメなんですよね。肌になんかあったらな、責任負えへんやな。もう化粧品ジルでプレゼント来たら私飛び跳ねるわ。今日照明がオレンジなんか。ファンレターってどうやって送るんですかね。書いて係の方にお願いしますって言ったら多分いける。そんなもんあげたことないから分からへん。お願いしますって言ったらみんなはいける。身長高いスタッフさんとか優しいですよ。あ、郵送でも OK やって。へえ。うん、身長高い方がいるんですよ。やって、オンタン起きた。今何時？何時のアラームしてた今？21時40分。40分、オッケー。おはようやってみんな。また寝た。オンちゃん目覚まし時一緒。すごいな、よう寝れんな。寝た。10時になったら私が起こす。何書いてある。うん、ミニ終わる。めっちゃ好きなやろ、ピンク。ピンク大好き。今日は早く寝ようかな。昨日もなんかよう分からんけど2時半ぐらいまで
喋ってたか温暖と今日は早く寝ようかな。あ、分かりましたか。一瞬で星のチョコ可愛くないですか。可愛いから買ったっていうのは嘘で、美味しいですよねこれ、好きなんですよ。でもこんな時間にねチョコとか食べたら終わるやろうな。うんふんうんふん、おいしいですよこれ。ほら、かわいいし。終わるっていうのが食べる人なんかこんなん。おいしい。私ね、昔チョコ食べなかったんですよ。なんでか分からんけど、虫歯になるからやったかな。なんか一時食べれんくてチョコ、でも再来した。スイーツはね、私何でもいける。野菜はあんまり食べれへんけど、スイーツは大好き。今日もお菓子2袋買ったんですよ。お母さんには内緒ね、これ。美味しい。野菜ジュース飲んだらいいんかな。野菜取りたいんですよね。でもコンビニ行った時にね、野菜あったけど食べれへんかった。でもケータリングでちゃんと食べましたよ私。ハーフサイズ2個食べた。野菜2からプライマイゼロや。ね、なんかお肌にいい野菜って何ですか。私ね、効果がわからないと食べないんですよ。キュウリとかはなんかほぼ水分やからあんまりあれって聞かへんけど、トマト以外。トマト以外。もうトマト絶対食べれたらいいやろな。ねえ、トマトがいいん？うん、トマト食べれないんですよね。うん、アボカドってどういう効果があるんですか、体に。アボカド、アボカドってどこにいいんやろ。パスタのトマトソースはいけます。でも普通のトマトは無理。分からへん。トマトはほんまに無理やねんな。あかん、食べなあかんって分かってるけど、分かんねんな。なんやろ。キャベツとレタスと、
ぐらいかな、サラダって。なんかそれだけ単独で食べれへん。スイカも食べれる。あ、ブロッコリーも多分食べれる。ブロッコリーって体にいいんですか？効果がな、分からんとな、食べれんかな。ブロッコリーは体にいいんかな、よく分からん。え、めっちゃいい？マジブロッコリー食べようかな。太りにくくなんねや。へえ。おじいちゃんにブロッコリー食べさせてあげよう。太ってあがんからな。ビタミンは、ビタミンはどこにいいんやろ。ビタミン C とビタミン B とか分からへん。ビタミン E とか難しいな。キャベツやっけ、脂肪燃焼すんのは。ビタミン美白？え、じゃあブロッコリー食べた方が絶対いいやん。あ、ビタミン B2 知ってる。なくなった。レモンもいいんや。へえ。最終サプリメント。最終サプリメントな。それが一番手っ取り早いけどな。全部凝縮してくれてるからな。もうサプリメントな。ユーリーさん、まんな全然食べられてるよね。一回顔ちっちゃすぎる。とりあえず美白になりたくて、美白になるのと肌をきれいにするのと脂肪燃焼の野菜が食べたい。今食べてるの？今食べてるこれはどこにいいかっていうと、チョコは頭を動かすから脳を。なんか勉強の時とか食べたらいいって。今日勉強変やから。グレープフルーツいいんよ。最終フルーツな。あとお風呂入って寝るだけ。今何時ですか？もうやめとこうかな。もう思ってた、そろそろあかんなって。でもちょっと残ってんねんな。ほら、見たら食べたくなるわ。50分、あと10分か。朝ごはん食べましたね。ねえ、ふうこさんは何やろ、もうこれ以上焼けへんようにの対策ですよね。あれはもう歯医者の中で日傘もやってるし、それはもうさすがやな。うん、え、この前ニュースで桃の内は出てたんですか？それは爆笑。毎朝グレープフルーツ、いいんや。買いに行こうかな今から。他はいいフルーツありますか？コンビニ売ってそうなフルーツ。
充電あと 10% やって何がいいやろ。起きた。オレンジジュースよくないんや。飲んじゃった。ちょっと待ってください。ほんた、あ、今行きます。はい、どこ行くの？5時間ちゃうわ。帰ってけえへん、しばらく。分からん。分からんにゃい。あれ？うん、あれでございます。何が必要なの？うんたん、どっか行くって。うん、じゃあそろそろ終わるかな。いってら。では13位、マットさんありがとうございました。12位、ももたネットさんありがとうございました。あ、ムーンの鍵はカバンの中入ってる。うん、のポケット。うん、11位、あ、変わっちゃった。13位、マットさんありがとうございました。12位、ももたネットさんありがとうございました。11位、とりおやじさんありがとうございました。10位、ともちさんありがとうございました。9位、はるこちゃんありがとうございました。8位、ドッヒーさんありがとうございました。7位、めぐみちゃんありがとうございました。6位、かすけさんありがとうございました。5位、あさやんさんありがとうございました。4位、ゆっちゃんさんありがとうございました。3位、たかまささんありがとうございました。2位、ガチのつりしさんありがとうございました。そして1位は会長さんありがとうございました。よし、では皆さん、また明日もよろしくお願いします。握手会、何やっけ、あ、 AKB の音ゲーをやっといた方がいいのと、ルームフォローよろしくお願いします。ショールームのと、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。拡散希望です。それではありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、おやすみー。